諸城、今泉ルート2代目、ポンチョ、海老名市コミュニティバスは、神奈川県海老名市のコミュニティバス。全路線が、総鉄バス綾瀬営業所に委託運行されている。2003年9月に、最初の、国部ルートで、試験運行が開始され、2005年4月1日より、本格運行を開始した。その後ルートの新設や開廃を経て、現在は3ルートが運行している。 運賃は大人150円、小に8 0円。バス共通カードは使用できない。パスもスイカなどの IC カード乗車券については2016年8月1日より対応している。運賃は2014年4月の消費税増税の時点では IC カードに対応していなかったため IC 導入以降も1円単位運賃の適用はなく中部券や関西券の事業者と同様に現金と IC カードで同一の10円単位運賃が適用される。一冊3000円で3150円分の利用ができる専用回数券を販売している。国部ルート上、今泉ルート大谷、杉久保ルート大谷、南部ルート、本郷ルート初代ポンチョ、国部ルート二代目ポンチョ全路線で、日のポンチョが使用されている。カラーリングは白一色で、 花と五重頭が描かれた円形のステッカーが側面に貼られている。二代目ポンチョはショートボディが使用される。2006年秋の上今泉ルート開業時点では初代ポンチョが2台、二代目ポンチョが1台配置されており、主に国部ルートに旧型、上今泉ルートに新型が使用されていた。ありがとうございます。